テクニック的な話じゃなくて、あの心持ちの問題やと思うやん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山翔です。マナビズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは。本日の質問です、はい、今から勉強を始める高校2年生です。3年生に上がるまでにこういった実力をつけていてくれるとかなり同志社合格に近づくといえる理想の目標を教えてくださいということですね。なるほど。2年生ということで、まあこっからスタートですから、まあ僕が言えることはもう本当に限りなくインプットを、2年生の間で終わらしてしまっていたら、3年生に上がった時にはもう他の子たちよりも圧倒的に上に立ってて、同志社は遥かもっと上のところを目指すと思ったら目指せるというのが僕の回答なので、まあそうですね、英語とかであれば英単語もそうですし、英文法のインプットもそうですしっていうところをやっていくということですね。あとはまあそのインプットをやるっていうこともそうなんですけど、今自分がどの立ち位置にいるねんっていうのを、まあ、明確にするということも大事かなと。まあ例えば英語とかでも本当に中学校からやらなあかん子がやらなあかんのに、中学校からやってない、中学英文法からやってないとかっていう子もいてるので、本当に今じっくりと多分自分を分析する時間がまだあると思うので、自分をしっかり分析した上でどっから始めていけばいいねんっていうのをしっかりと、分析するのが大事かなというふうに思いますね。矢田先生は今の話全く一緒ですわ。珍しいなみたいな。一つ強いて付け加えるとすれば、はい、その自分の実力をその客観的に判断する必要があると言ってたんやけど、それは俺テクニック的な話じゃなくて、あの心持ちの問題やと思うやん、謙虚であるかどうかという。あ、ですね、あの高2のこの時期から勉強してる子って結構こんな時期から私勉強してんで、僕勉強してんでっていう風に、あの傲慢になりやすいですよね。ほんだら焦って入ってきた高3の子らにサクッと抜かれるみたいな、ちょっとあの勉強するの早かった子って、そうなっちゃうこともある、多くないですよ、少数なんですけど、だからそうならない子は結局自分が勉強してるのを陶酔しながらも客観的に前に進んでいるということを判断しながら前に進んでいってるんですよ、ね、だからその自分の中で、自分の実力を知る己をこう本当にできてないっていう風にちゃんと分かった上で、でも勉強してることには俺勉強してるすげえでっていう風に陶酔しながらなんだけど、そのバランス感覚がめっちゃ大事かな。だから理想の目標って言われると、もうほんまもう英単語と古文単語と覚えといて、文系やったらね、この、あの理系でも英単語覚えといてっていうね、いうことぐらいなんですけど、まあ英語やったら英文法覚え、まあ、しっかりやってっていうことなんですけど、他の、 あの合格メソッドでも言ってるけどさ、多分例えばさ、時条件を表す副詞を未来のことでも現在時世で表すっていうのが分からないことが分かってないっていう、ことでむっちゃむずい、条件を表す副詞中ってなんやねん、いやでも俺私実践の勉強してるし、でいつかできるようになるんだわっていう風にやってたらやばい、それを分かった上で、できてないところをほんまにとことん追求するっていう姿勢を正すのが目標を決めることよりも大事じゃないかなと思います。ですね、はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。